こんにちは、杉本健です。こんにちは。いつもんって思うんが、その練習しろよってめっちゃ言われへん。そう、これ多分みんな言われてると思うねんけど、なんかもう結構言ってくるやつ。それをそんなんやる暇あるんやったら練習しろみたいな。この YouTube をやってる暇あったら練習しろ。そう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 。いや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 、いやもうそれは一番意味がわからない。もしかしたらめちゃくちゃ言われるよ、うん、そんな暇あったら練習しろ、そんな暇お前サッカーだけやってろみたいな。24時間サッカーだけやり続けてるやついんのかな、逆に。サッカーだけやってるはマジで多いけど、多いな。例えば世の中に対してこうやって自分がビジネスをしてますとか、なんか他の事業を始めますっていうのを発信せずに本を読んでますっていうのを投稿すると、あ、サッカー以外でも何か自分に取り入れようとして素晴らしいっていうコメントが来るじゃん、うん、だけど、いや、この仲間とこういう事業を立ち上げて世の中の人にこういう発信をしていこうと思うっていうのを発信すると、いやいやいや、そんな暇あったらサッカー練習しろってなるわけじゃん。何が違うの、うん、って言ったら、サッカーでの結果がその時に勝ってるか負けてるかっていうところだけじゃん、うん、まあ、そんな勝ち負けっていうのはさ、もちろん勝つために俺らは毎週練習やって、毎週というか毎日サッカーのために尽くしてやってるけど、まあ、それは負ける時だってあって、ずっと勝つっていうのは不可能。そんな中で俺らはまあ不可能だけど、それに少しでも近づくために努力してるわけ。その空いた時間を縫って、自分が持ってる仲間と何かをまあ作り上げたりとか、別に本読む人は本読むでいいし、なんか趣味ある人は趣味の時間に使えばいいし、それがたまたま何か事業を立ち上げるっていうことだったっていうこと、まあ、俺からしたらね。ちゃんと自分の練習量とかさ、この日にこういう練習をして試合のためにマックスのパフォーマンスを持っていくっていうのを全部データ取って研究した上で自分でやってるから、ただたくさん練習したから、ま、週末勝てるわけじゃないじゃん、うん、そう、適切な練習時間とかトレーニング時間とか寝る時間とか起きる時間あるわけじゃん。そういうのをもう10年かけて取ってきて今やってるのに、お前練習しろって誰に向かって言ってんの。何とも思ってないのそいつらは。そう、まあまあ、俺も別に何言ってんだろうって思って、まあ、面白いので終わりなんだけど、それがもうネット上に残って、俺が言われたまま終わってるのが嫌なの、うん、でそこで消去とかさ、別にブロックでもできるよ。だけど、いやいや、それこんぐらいやってるよって、ね、やっぱちょっと伝えといた方がいいからっていうので、まあ、一応ツイッターとかで何か来たら返すけど、まあ、これがね、もしケンユの YouTube に出たら、多分俺のコメントがめちゃくちゃ荒れると思うと思うけど、丁寧に俺は返すよ。みんなが連絡来るもん。もうあの仲いい選手いるじゃん、例えば宇佐美とか、まあ、ケンユだし、うん、吉明、ヨッチとか、あとリッツとか、ユキ君もっと言ってくださいよ、リッツとかね。ユキ君ガンガン言ってくださいよみたいな。お前がやれよっつったら、いや、俺は正統派なんで大丈夫です。みんなね、全然やんないからね、うん、俺以上にやった方がいい人いると思うんだけど、だってもっと影響力あるわけなんですよ、うん、まあ、確かに影響力があるから変なこと言っちゃうと、バッてこうまた、ね、あの炎上したりとかしちゃうかもしれないけど、うん、難しいよね、そこら辺は、まあ、大したことないから逆にやりやすいのかな、ここまで突き抜けられてないからっていうふうに自分では思って、まあ、そこまで行っちゃったら逆にできないかも、うん、日本で言ったら、まあ、圭介君とか優斗君ぐらいのレベルになったら、その一言がものすごい影響力を持っちゃうわけじゃん。例えば宿題やらなくていい言ってたんだよ。これ別に、まあ、俺もぶっちゃけ宿題はやったことないし、あのやったからじゃあいい成績が取れるとか、やったからいい企業に入れるとも一切思ってないけど、でもじゃあ自分に課されたタスクをしっかりこなせるようになるっていう意味では、まあ、宿題もできないでできた方がいいかなって俺は思ってて、それをヨッチからガンっていって、それもやっぱすごくバーンと燃え上がるわけじゃん。だからあんぐらいの影響力になっちゃうと、まあ、言いたいこと言うのも結構気使うんだなっていう。でもあれの場合はいい意味で議論じゃないですか。そうだね、なんか人格否定するようなことをめちゃくちゃ言われる。それはもう、でもケイス君とかめちゃくちゃ言われてるでしょ。でもでもやっぱりそれを気にしてピッチ内外でチャレンジしたいこととかをなかなかやれない選手とか、やっぱそういう声気になるじゃないですか、人間なんで。まあそうだね、うん、みんなそれで踏み出さないよ、うん、だからこの前俺ちょっとツイートしたんだけど、うん、
それはでもどういう風にしていけば自分のメンタル的に安定して受け入れれるようになるんですか。受け入れてはないよ別に、うん、受け入れられないこともあるけど、まあ、周りに自分が信頼できる仲間が増えてきたらそういうやつに相談して対処してもらう。自分じゃ対処できないこともあるから、あんまり最近はもう一人で考えないようにして、うん、周りにもどうも、でこれちょっと このツイートに対してこうやってコメントしてリツイートをしようと思ってんだけどどう思う、絶対それやめた方がいい、うん、それやめるみたいなそうやって結構、まあ、周りの仲間に相談してる、うん、しないで全部多分全部一人だったらもう多分大変なことだけど、うん、荒れるね、もう一回今いろんな授業をやってるのもセカンドキャリアのためではない、やってめっちゃ恥ずかしい思いして成長するチャンスを得た方が